高圧チョッパーの動作波形を観察しています。黄色い波形はスイッチのドレインソース電圧、一番下の紫がインダクタ電流です。赤はハイサイドのゲートソース電圧です。低負荷の方向に変化させるとインダクタ電流の平均値が低下していきます。そしてインダクタの瞬時電流が 0A にまで低下すると電流波形が大きく変化し始めます。これは高圧チョッパーが電流不連続モードで動作し始めているからです。インダクタ電流が常に正の場合、チョッパー回路は電流連続モード CCM で動作します。スイッチがオンの期間、こちらの図でいうところのモード1にインダクタ電流は上昇します。スイッチがオフとなるモード2ではインダクタ電流は低下します。このようにモード1とモード2を交互に繰り返すことでインダクタ電流は三角波状に変化します。三角波状のインダクタ電流が常に正となるためには平均電流 IL がピークトゥーピークであるリプル電流 ΔIL の2分の1よりも大きくなる必要があります。低負荷状態になると平均電流 IL が小さくなり、三角波のボトムの部分がゼロに到達します。するとチョッパー回路は電流不連続モード DCM で動作し始めます。モード1でインダクタ電流が上昇し、モード2で電流が低下するのは同じです。しかしモード2で低下する電流は 0A を下回ることはできません。この理由はダイオード D によってインダクタ電流がブロックされるためです。もう一度さっきの波形を観察してみます。下側に示している理論的な電流不連続モードの波形とは異なり、本来は電流が0となる期間に電流に振動が見られます。これはダイオードやスイッチの規制容量とインダクタが共振しているためです。実際の MOSFET には出力容量 COSS が、ダイオードには接合容量 CJ がありますが、これらの規制容量がインダクタと共振することでインダクタ電流やスイッチの電圧にこのような振動が発生します。電流不連続モードで動作する原因はダイオードによる逆方向の電流ブロックでした。それに対してダイオードをスイッチに置き換えた同期整流方式では電流不連続モードは発生しません。こちらに示すのは同期整流方式の高圧チョッパー回路です。本来ダイオードが用いられる部分をスイッチに置き換えた構成となっています。 QH と QL の2つのスイッチをデッドタイムを挟みつつ交互にオンします。デッドタイムを設けないと2つのスイッチが同時にオンしてしまい、電源が短絡する恐れがあります。同期整流方式にはいくつかの特徴と長所があります。まず一つ目は、そもそもダイオードを用いないので低負荷時においても電流不連続モードとはなりません。二つ目はダイオードの導通損失がほとんど発生しないという点です。ダイオードの導通損失とは純方向効果電圧と電流の積で表される損失であり、多くのパワーエレクトロニクス回路において支配的な損失要因となります。同期整流方式の場合はダイオードの導通損失がほとんど発生しないので、通常のダイオードを用いた回路と比べて損失を大幅に低減することができます。ここでほとんど発生しないと言っている理由は、デッドタイム期間中に MOSFET のボディダイオードが導通するので若干のダイオード導通損失が発生するためです。3つ目の特徴としては、双方向電力変換にも適用できるという点です。ダイオードは電流を単方向にしか流すことのできない素子なので、電力伝送方向も単方向に限定されます。それに対して MOSFET は電流をどちらの方向にも流すことができるので、電力伝送を双方向化することができます。こちらの回路図では左側に電源 VA、 右側には負荷でなく電源 VB を描いています。 VA と VB の電圧比やスイッチのデューティーの値に応じて VA から VB に電力伝送するか、それとも VB から VA に電力伝送するかを決定することができます。このように同期整流方式の回路には様々な特徴がありますが、ここでは一つ目の電流不連続モードにならないという点に焦点を当てます。同期整流方式の高圧チョッパーの動作波形を観察しています。黄色がローサイドスイッチのドレインソース電圧、紫がインダクタ電流です。現在インダクタ電流は常に0よりも大きく正の状態です。徐々に低負荷状態にしていきます。インダクタ電流が 0A を下回り、負になっても三角波状の電流波形が維持されていることがわかります。インダクタ電流が常に正の場合、波形にサージが観察されていますが、これはハードスイッチングによるものです。それに対してインダクタ電流が負になるとサージが消滅します。これはスイッチング時におけるインダクタ電流が負の場合、ゼロ電圧スイッチング ZVS で動作するためです。ゼロ電圧スイッチングについては別の動画で解説をしているので、概要欄のリンクを参考にしてください。ところで波形をよく観察するとサージ以外にも変化が生じていることがわかります。黄色の波形であるローサイドスイッチのドレインソース電圧
に注目します。インダクタ電流が正から負になると同時にデューティーが若干変化しています。インダクタ電流が負から正になる時もデューティーが変化しているのが見て取れます。もう少し分かりやすいように波形を拡大して観察してみます。現在インダクタ電流は正であり、ドレインソース電圧の立ち上がりのところにカーソルを合わせている状態です。この状態からインダクタ電流を負に持っていきます。するとこのように明らかにドレインソース電圧のデューティーに変化が生じていることがわかります。変化分をカーソルで測定してみるとおよそ1マイクロセカンドです。回路の動作条件はスイッチング周波数が 50kHz であり、デッドタイムは1マイクロセカンドです。つまりこのデューティーの変化分はデッドタイム分の時間に相当します。どうしてこのようにデッドタイム分に相当するデューティー変化が発生するのでしょうか。その理屈を考えていきます。まずインダクタ電流 IL が常に正の場合を考えます。左側には動作モード、右側には動作波形を示しています。上から順番にゲートソース電圧、インダクタ電流、ローサイドスイッチのドレインソース電圧 QL です。まずハイサイドスイッチがオンの時、ローサイドスイッチの電圧は入力電圧 VA と等しくなります。そしてインダクタ電流は上昇します。次にハイサイドスイッチのゲートソース電圧 VGSH を立ち下げてデッドタイムに移行します。先ほどのモードではインダクタ電流は正、つまり回路図でいうところの左から右方向に流れていたので、デッドタイム中でもこの方向を維持します。その結果ローサイドスイッチのボディダイオードが導通します。ボディダイオードの導通によりローサイドスイッチの電圧は 0V になります。ローサイドスイッチの電圧が 0V になると同時にインダクタ電流は低下し始めます。続いてローサイドスイッチのゲートソース電圧 VGSL を与えてローサイドスイッチをターンオンします。するとボディダイオードではなくチャネルに電流が流れ始めます。この状態においてもローサイドスイッチの電圧は依然として 0V です。よってインダクタ電流も依然として低下しています。そしてローサイドスイッチのゲートソース電圧 VGSL を立ち下げることで再びデッドタイムに移行します。動作については先ほどのデッドタイムと全く同じです。以上の動作からわかるようにインダクタ電流 IL が常に正の場合、デッドタイム中のローサイドスイッチの電圧は0となります。そしてインダクタ電流が上昇する時間割合、つまりデューティー D はハイサイドスイッチのゲートソース電圧 VGSH で決定されることがわかります。次にインダクタ電流 IL が負になるケースについて考えます。先ほどのケースとの大きな違いはインダクタ電流が正と負の両方に触れるという点です。まずハイサイドスイッチがオンの期間を考えます。オフ状態のローサイドスイッチには電源 VA の電圧がかかります。モードの初期はインダクタ電流は負なので、このように右側の VB から左側の VA に向かって電流が流れている状態です。インダクタ電流は上昇し最終的には正に転じます。そしてこの状態からハイサイドスイッチのゲートソース電圧 VGSH を立ち下げるとデッドタイムに移行します。するとインダクタ電流はローサイドスイッチのボディダイオードを流れ始めます。ボディダイオードの導通によりローサイドスイッチの電圧は0となります。この電圧が0となると同時にインダクタ電流は低下し始めます。こちらのデッドタイム1における動作は先ほどのスライドのデッドタイムと全く同じです。次にローサイドスイッチのゲートソース電圧 VGSL を与えてローサイドスイッチをターンオンするとチャンネルに電流が流れ始めます。この状態においてもローサイドスイッチの電圧は0のままです。依然としてインダクタ電流は低下し最終的には負の値となります。この時ローサイドスイッチにはドレインからソースの方向へと電流が流れている状態です。そしてローサイドスイッチのゲートソース電圧 VGSL を立ち下げることで再びデッドタイムに移行します。先ほどのモードではローサイドスイッチにドレインからソース方向に電流が流れていたので、オフしてもローサイドスイッチのボディダイオードは導通しません。代わりにハイサイドのボディダイオードに電流が流れ始めます。ハイサイドが導通している状態となるので、ローサイドスイッチの電圧は VA となります。以上の動作を簡単にまとめます。インダクタ電流 IL が0よりも大きい場合、デッドタイム中のローサイドスイッチの電圧は0になります。しかし、インダクタ電流 IL が0よりも小さい場合は、ローサイドスイッチの電圧は VA となります。つまり、電流の向きに応じてデッドタイム中におけるスイッチの電圧が異なります。そしてインダクタ電流が上昇する時間割合、つまりデューティー D はハイサイドスイッチのゲートソース電圧 VGSH に加えて片方のデッドタイム期間で決定されることがわかります。ここまで説明してきた2つの波形を比較してみます。左側に示すインダクタ電流が常に正の場合、デューティーはハイサイドスイッチのゲートソース電圧で決まります。それに対してインダクタ電流が正と負の両方に触れる場合、ハイサイドスイッチのゲートソース電圧だけではなくデッド
ドタイムによってもデューティーが決まります。このようにデッドタイム中のインダクタ電流の向きによってデューティーは変化します。デューティーが変化するということはチョッパー回路の入出力電圧変換比も変化するということを意味します。デッドタイム期間がデューティーに影響を及ぼすというのは同期整流方式のチョッパー回路に限ったことではありませんが、いずれにせよこのようなデッドタイム中の振る舞いについても注意を払うことが重要です。デッドタイム中の振る舞いがインダクタ電流の向きによって変化すると説明しましたが、もっと具体的に説明をすると、ターンオフ時の MOSFET の電流方向によって決まると言い換えることができます。MOSFET がターンオフする際の電流の方向がソースからドレイン方向なのか、それともドレインからソース方向なのかによってデッドタイム中の振る舞いが変わります。ここではローサイドスイッチをターンオフする際について見ていきます。まず、ターンオフ時の電流方向がソースからドレイン方向の場合、このように電流は自身のボディダイオードへと流れます。つまり転流します。ボディダイオードはソースからドレイン方向の代替の電流経路となり得るからです。それに対してターンオフ時の電流方向がドレインからソースの方向の場合、デッドタイム中に自身のボディダイオードに転流することができません。その代わりにもう一方の MOSFET のボディダイオードへと転流します。以上のようにターンオフ時の MOSFET の電流方向でデッドタイム中の転流動作が決定されます。これは同期整流の高圧チョッパーに限った話ではなく、その他のあらゆるコンバーターやインバーターにも言えることです。デッドタイム中の振る舞いを考える際には、MOSFET がターンオフする際の電流方向に注目してみてください。